あややのや、今日も京都手水曜ブンブン丸のお時間ですよ。なんか久々ね。編集って時間かかるんですよ。あとエナジードリンクを飲みすぎて死んでました。エナジードリンクによく含まれてるカフェインは悪く言えば軽めのドラッグだからな。禁断症状で苦しみたくなかったら毎日飲まない方がいいぞ。それはそれとして、今日のプレゼンターを呼びますよ。よ、不良みたいな金髪の女が来たな。不思議だぜ。金髪ってだけで社会不適合者って老害みたいな考えやめてくれよ。しょうがないじゃない、メグム様はおばあちゃんなんだから。幻想郷なんて人間からしたらババア天国ですよ。天国というより地獄ですね。それはそれとして、私の用意した説はこれだぜ。どんなに嫌いなものでも周りが美味しいと言っていたら口にしてしまう説。食べ物って人によって好みがあるだろ。嫌いなものも人それぞれなわけだが、周りが美味しいって食べてたら同調圧力に屈して嫌いなものでも食べるんじゃないかって説だぜ。天狗は同調圧力半端ないですよ。違うことすると腫れ物扱いされますし。天狗組織は、あやを除いたら同調圧力に弱いわよね。いや、あなたも同調するたちじゃないでしょ。無礼講の席だと迷わず上司の頭をひっぱたきに行く破天荒じゃないですか。普段からこき使う上司をしばきたくなるのは自然だと思うの。無礼講って身分や地位抜きで楽しもうって宴会ですからね。我らが上司のメグム様が怒らないだけで無礼が許される場じゃないですよ。メグム様も何か言ってやってください。誰がターゲットか楽しみだな。この笑顔である。今回、ターゲットが嫌がるものを食べさせようって企画なわけだが、エキストラはちゃんとターゲットを誘導してもらうために見た目が同じでも美味しく調理されたものを食べるぜ。周りが美味しいと食べている中、ターゲットがどういう反応をするか楽しもう。ごめんください。いらっしゃい。お、珍しいのが来たな。こんばんは。発色、好きなおでん取っていいわよ。ポポ。なるほど、デミリアも仕掛け人なのね。そういうこと。ちなみに、とっくりの中身は水だぜ。発色はお酒の匂いだけで酔うからな。おかみ、私とこの子にホットココアをちょうだい。あいよ、おでん屋の屋台でココア頼むなよ。10万するフグの解析だの、 100g1 万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめ。金ってのは一体何なんだろうな。自慢してんのかぶん殴るぞ。屋台に来るなよ金持ち種族が。マリサは魔界の創造神の娘のアリス、白狼は財宝という光り物を溜め込んだから、ステングの綾と恋人なんだからお金持ってるでしょうが。頭蓋のお金を自由にできるんならとっくに働いてないっつーの。悪かったわよ、奢ってやるからそうカリカリするねー。おかみ、いつものちょうだい。この子たちにも同じものを。あいよ。パパ。お待ち、ピーマンです。これこれ、屋台に来たらこれを食べなきゃね。パパ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 パあ、もみじのはピーマンの肉詰めな。チョコがダメみたいだから。もっと言うと、ピーマンというか、野菜全般嫌いです。あんた、肉ばっかじゃ不健康になるわよ。臓物から必要な栄養を取ってるんで大丈夫です。食べれないことはないですけど、わざわざ草を食べたくないです。もみじは生で食べるのを好むから血生臭いし、食べてる肉からたまに寄生虫がピュルッと飛び出して気色悪いし、おかげで私、しっかり加熱されたお肉も食べれなくなってしまいました。あ、あやも結構大変なんだな。うん、美味しい。やっと屋台のピーマン、最高やな。そうですね。ごくごくごく。一人だけ流し込んで全く美味しそうに食べてないけど。無理なら無理って言えば変わってやったのに。どうしたの、発色、食べないの？美味しいのに、食べなきゃ損だぜ。ミスケア、ピーマンお代わり。あいよ。たたたたた、たたたた、たた。マニーを信用なさい。頭吹っ飛んだら普通死ぬから他の人を本気で殴っちゃダメよ。というわけで、見事に八尺に食べさせることに成功したぜ。ピーマンを生でかじらせようとするとかただの嫌がらせじゃん。生じゃないよ、茹でてあるぜ。だとしても嫌がらせだろ。だが食べたから説は立証されたな。本当は卵焼きでもやったんだ、ターゲット用無でな。準レギュラーね、何か問題があったの？食べる意欲を持たせる余地もなく固くなに食べないの一点張りだったから検証にならなかったぜ。まあ、仮に美味しくてもこれは食べるのためらいますよね。実際とんでもなくまずいしな。それを食べさせてこその説だったんだがな。業務、天狗を警戒してますしね。次は彼女が気持ちよくなれる説を用意してあげましょう。結局今回、説の検証というより八尺ちゃんの信じる心を踏みにじっただけじゃね。